そこの覆面の方、どちらの方でしょうか。いや、わかんないですか？声はちょっとだけ聞いた記憶あるんですけどね。いや、ちょっと私最近、ライズで頑張って結果残してきたんで、もう分かってもらえると思ってたんですけど。あ、わかりました。茂木お姉さんですね。茂木お姉さんですね。そうです、そうです、そうです。すいません。無駄なふりをしました。ネクストレベル渋谷事務所属のモミです。よろしくお願いします。お姉さん、後ろのこの壁紙、これ貼ってるんですか？これ背景、ズームの背景作ってみました。じゃ対戦カードも、はい、載せときますね。はい。じゃあ、さ私のす可が、愛いホ牛ームさんデザイナも、ーではい、私の大好きな牛さんも、ちょっと載せときますね。可愛いな、こいつ。ちょっとでも、うざいんで、このぐらいにしときます。す。いや、全然うざくないですよ。じゃあ、たまにちょっと、困ったら、牛出しますね。じゃあ困ったら牛を出すっていう体でお願いいたしまわす。かりました。はい。今回5ヶ月ぶりの試合じゃないですか。はい。やっぱり待ちに待った一戦って感じですか、今回。そうですね。でもまあ、確かにそうですね。半年近いですもんね、5ヶ月って。確かにそんなに空くことって今まであんまりなかったかもしれないです。平岡高等戦からキャンセルになった試合っていうのはあったんですか？キャンセルは、そうですね、正直オファーがなかったのかな。まあでも、本当はすぐにもうコロナになってしまったんで、オファー自体はなかったですね。自粛期間中はどんなトレーニングされていたんですか？これちょっとあんまりね、王者として言っちゃいけないかもしれないんですけど、3週間運動一切ゼロです。ゼロにしまし運動しないで代わりに何してました？た。ずっと仕事してました。あの本職ウェブデザイナーって聞いてるんですけど、どんなデザインされてるんですか？基本的には、まあ、ホームページを作ったりなんですけども、まあ、業務委託を週で何回か行っていて、リモートでやったり、出向したりといろいろですね。はい。そこで企業のお手伝いをしてます。格闘技系のデザインもすることあるんですか？そうですね。はい。ジムのホームページも運営はやってます。ジムも閉鎖になってる期間あったと思うんですけど、その時どうされてたんですか？まあ、もうしょうがないなと思って、あとお金稼がなきゃなと思って、仕事をずっとしてましたね。まあ、あとはちょっと、規制が緩んでというか、まあ、ちょっと大丈夫になってからは、琴美、後輩の琴美を呼び出して、代々木公園で走ってました。一応練習してる期間もあったわけですね。まあ、そうですね、さすがにもう動かないと、人として、結構やばくなってきたんですよ。ずっとこもってて、で、会社勤めじゃないんで、ずっと家にいっぱなしで、何もしない、でも仕事しかしないと、なんか、ちょっと頭おかしくなってきますね。体重は増えなかったですか、その期間。まあ、体重はめちゃめちゃ増えましたね。今回減量めちゃめちゃ大変でした。もう落ちました。大丈夫ですか？あ、もう大丈夫な範囲です。なんか本当にただのデブだったんで、大変でした。じゃあ本当に牛になっちゃったわけですね、一時は。そうですね、本当もう。で、牛の方がもう社会の役に立ってる気がしますね。でもこの5ヶ月間がモチベーションを維持するの大変だったと思うんですけど、キックボクサーとしてのモチベーションですけども。そうですね。でもまあ、私はまだカードが決まってない状態で、まあ、後輩2人はカード決まってたんで、なんかそれを見てると、やっぱりそっちの方が大変だなと思って。私は全然そこまで、まあまあ、いつかできるだろうぐらいにしか考えてないかったんで、大丈夫でしたね。で、今回ね、ようやく決まった一戦なんですけど、対戦相手が山本優乃香さんって、元あ、ボクシングはいはいはい。はい。の世界チャンピオンということで、以前、ボクシングのスパーリングをやったって山本選手の方から聞いたんですけども、どんな印象ですか？そうですね。優乃香選手が、もう本当デビューぐらいの時か、そのぐらいに渡辺ジムに出稽古を行かせていただいて、何回もスパはやらせてもらってましたね。すごい距離もうまいし、目もいいし、本当テクニカルな選手ですね。
じゃあ、あれですか、山本選手はボクシングでは負けることはなかったと思うって私に言ったんですけども、じゃあもう、ボクシングとは別の部分でやっぱり今回勝負するって感じになりますかね。当たり前じゃないですか。だってね、そんなね、ボクシングで勝ちたかったら私ボクシング行きますけど、キックボクシングなんで、もう思いっきり蹴ってやりますよ。ボクシングからキックに転向してきた選手に、やっぱりキックの怖い部分をこう見せつけるっていう試合になりますかね。当たり前です、もうキックのそのね、そうですね、ちょっと汚い部分でも何でもいいんで、別にキックが汚いわけじゃないんですけど、なんかそのね、足があるんで、やっぱり、蹴りもあるし、で、蹴りを掴んだりもできるし、そういうのは経験したことないことだと思うんで、まあそういうのを存分に使って、もう何が何でも当たり前のように勝ってやりたいですね。もみ選手の試合というと、やっぱりリングをこういっぱいいっぱい使って、足も使って試合をするっていうイメージがあるんですけども、じゃあもう今回もリングを縦横無尽にこう動き回ってって試合になりますかね。そうですね。まあちょっと多少、スタミナ面に問題はあるんですけど、まあ、いっぱい使って足使わないとやっぱつまんないスタイルになっちゃうんで、それはもう思い切りいっぱい動いていこうと思いますね。で、今回試合決まりましたけども、優乃香選手が去年、ボクシングからキックに転向してきたときに、いつかやるだろうなっていうふうには思ってました。まあ転校したのはすぐし、まあ、Facebook も一応つながってるんで知ってたんですけど、まあ階級がちょっとずれるかなとは思ってたんで。対戦するっていうイメージはなかったですね。今回の契約体重に関してはどうですか、動きやすい契約体重ですか。まあ、ずっとJ ガールズの時代にミニフライ47.6でやってきたんで、まあ、それに一番近い形なので、全く問題ないし、まあ、ちょっと助かったなっていう部分はあります。じゃあもう47.3ですか、今回。なんですかね、この3年。私も気になってるんですけどね。問題ないんですね、3も、300も。はい、問題ないですね。はい、でもまあ、今回59戦目なんですけど、初の当日計量っていうので、多少緊張はしてます。初の当日計量。はい。やっぱりいつもの前日計量と、ちょっとだけやっぱ最終調整の部分で違い出てきますか。まあ、時間的に変わりはないんで、そんなに調整は大変じゃないと思うんですけど、まあ、当日、どのぐらい食べて、回復させて試合するっていうのが、まだ、まあ、やったことないんで、わからないんで、まあ、食べ過ぎないようにだけ気をつけます。もみ選手は自身が59戦目とおっしゃってましたけども、相手の山本選手はもうわずか3戦目なんですね、キックボクシングは。この59戦対3戦ってこの部分はいかがですか。周りは多分、勝って当たり前だろうみたいに言われるかもしれないんですけど、那須川リリ戦を見てもらえば、やっぱりリリ選手も多分あの時4戦とか、まあまあ少ない戦績だったんですけど、やっぱね、なんとか勝てたぐらいなんで、正直、ね、戦績は関係ないと思います、私は。圧倒しなきゃいけないんですけど、本当。わ かりました。で、今回やっぱり後楽園ホールがやっぱりお客さんの数もちょっと制限された大会になると思うんですけども、それはやっぱりイメージしますか。まあ、私、まあ、やる側は多分そんなに問題ないんじゃないですか。ただ、お客さんがちょっとどうしていいか分かんないんでしょうね、きっと。声出していいのかなって言って、そういう部分ではちょっと、なんか声援っていうのは、いつもよりは少なく感じるのかなと思いますけど、でも、まあ、試合する分には、他の総合の試合した選手にも聞いたんですけど、まあ、やる分にはそんな変わんないよっていうのは聞いてるんで、問題ないと思います。もみ選手自身、このコロナ禍の期間で行われた無観客試合っていうのをご覧になりました。あ、そうですね。アベマ等では見てみました。はい。どんな印象をお持ちになりました。ちょっとやっぱチーンとしてますよね。はい。チーンとしてるというか、まあ、そのセコンドの声がすごい響くんで、今回ちょっと、まあ、どうなるかなと思ってるのは、私いつもセコンドの大島椿大先輩に葉っぱをわざとかけてもらってるんですよ。はい、ね、何回か試合の放送を見た方は分かると思うんですけど、すごい言ってくれるんですね。お前やれよと。行けよっていうのをすごい言ってくれるんですけど、それがまあさらに響き渡るかなっていうのはあるんで、
まあ、大島椿大先輩の、その葉っぱのかけ方も、あとグレイシャー先輩の、そのね、セコンドのやり取りっていうのも、そういうのも楽しんでいただけるのかなっていうのは思います。じゃあ最後にですね、もう残念ながら2020年の上半期終わってしまったんですけども、終わっちゃいましたね。キックボクサーとして下半期、どんな目標を立てますか？そうですね、今回しっかり勝って、で、また防衛戦っていうのがあると思うんで、そこでまたその与え来る相手に対して、しっかり強さを見せたいなっていうのはもうありますし、やっぱりちょっと自分がその日本では上の方っていうのはなんとなく思うんですけど、海外選手とやってやっぱ戦績があまり良くないので、そういう海外選手との対戦っていうのを、やっぱまあ状況もあるんですけど、挑戦していきたいなっていうのがあります。わかりました。ありがとうございます。じゃあすみません、最後にせっかくなんで壁紙の方の背景を少し派手に変えていただけますか。おっ、おっ、はい。もう私の大好きなウサに囲まれてますね、これ。かわいいですね、こいつ。これは今回のリモートインタビューのために作ってくれた牛なんですか。これ、今回チケット代ちょっと高いじゃないですか、いつもより。なんで、まあ、ちょっとすいませんっていう感じで、おまけの手ぬぐいと、缶バッジをこの牛で作ってありますんで、そのための牛なんですけど、私からチケット買ってくださった方は、手ぬぐいと、あと、缶バッジと、カードをプレゼントさせていただきますので、どうぞご利用ください。ありがとうございました。ありがとうございました。